クラドスポリウムは俗に黒カビと呼ばれる、市場菌のうち最も身近なものの一つ。クラドスポリウムは身近に動く普通に見られるカビで、黒カビや黒川カビという俗名で知られている。濃い深緑色なので、麹カビなどと混同されることも多い。寒天媒地上での菌糸は一定の太さで、成長は一般的な速さである。麹カビやオカビとは異なり、 金糸自体が深緑に着色しているので、胞子を形成する前からコロニーははっきりとした色がついている。胞子形成を始めるのは青カビほどではないが早く、コロニー形成から数日中には始まる。分生子柄は倍地上の金糸から出て直立し、その先端から分生子を作る。柄が分子を出す場合もある。分生子形成型は出芽型。 分成子柄の先端の細胞の1箇所、または複数箇所から出芽するようにして、分生子が形成される。新たな分生子は、古い分生子の先端に出芽する。これを繰り返せば、根元に古い分生子があり、先へ行くほど新しいものとなる分生子の鎖を生じる。一つの分1個から2箇所で出芽する場合もあるので、この鎖は枝分かれする。 この状態でシャーレを直接顕微鏡下に置いて観察すれば全体としては分成小柄の先端から分子した分成種の鎖が展開しサンゴか何かのような姿となりなかなか美しいただし分成種はわずかの刺激でも互いに外れてバラバラになるプレパラートでその姿を観察するのは至難の号である大抵は作成途中で方針がバラバラになり 無残な瓦礫の山のような風景が見えるのがオチである。普通は風に吹かれて、分生子が散布される運びとなるのであろう。分生子はやや不定型で、大きさも不揃いではあるが、おおよそ楕円形っぽい。単細胞のものもあるが、中に核壁を持った二細胞のものが混じる。色はオリーブ色がかった深緑色である。濡れた状態では、 黒っぽく見えることもある。そのため往々にして黒カビなどとも呼ばれる。野外では植物遺体などを中心に出現する、ごく普通の土壌菌でもある。また、空中雑菌としてもよく出現する。しかし、人家の中にもよく繁殖し、様々な有機物に生えてくる。パンなどの食品に出ることも多い。腐ったみかんに出る深緑のカビもこれであることが多い。 壁などにも発生する。クラドスポリウムは古くから知られているカビであり、その定義が大雑把であったことから歴史的には選手、近い種が一つの属にまとめられてきた。しかし詳細な形態観察と分子系統解析により整理が進められており、現在では競技のクラドスポリウム属は170種ほどとなっている。代表的な種に限って以下に挙げる。競技のクラドスポリウムは 完全世代として、マイコスフォレラに似た形態をとり、デビリエーラという名が与えられている。それ以外の抗議クラドスポリウム属では、クレードファイアラーフェラの完全世代として、カプロニア、フューシクラジウムの完全世代として、ベントリアなどが知られている。特に利用されることはない。外の点では、最も身近なのは、壁のシみやアレルギーの原因物質であることなどで、あろう。 浴室などの壁のシミは、カビの菌糸が潜り込んで生じるものであるが、大部分はこのカビだと言われる。その他エアコンの吹き出し口の黒い塊もこのカビであったり、フィルターに詰まったりもする。壁のシミの場合、黒い色は菌糸の色であり、壁に潜り込んでいるので、簡単に擦ったくらいでは落ちないのが当たり前である。また、空気中に飛散している。 カビの胞子で最も数の多いのがこれだとも言われる。微生物の培養における雑菌混入の代表的なカビでもある。以上に加え、一部の種は植物病原菌として知られている。ウリ科作物においては、シーククメリノムによる葉の反転性病害である黒星病が知られている。その他、シーアライセピによる玉ねぎ用斑病も比較的大きな被害をもたらしている。また、 抗議のクラドスポリウムを病原体とするものとして、バラカサクラ族の果樹において、フューシクラジウムカーポフィリムによる黒星病は重要病害である。パシローラフールバによるトマト用カビ病も比較的大きな被害をもたらしている。ありがとうございます。